おはようございます。画家の偽装です。第171回の鬼公表会を始めたいと思います。この鬼公表というのは私があだこだという企画でございますけども、一応12月限定で <coughs> とりあえず行っております。 で初めての方も遠慮なく送ってください。えー、概要欄の方に、えー、出し方とかリンク貼っておきますので、えー、待ってます。で、えー、とあと私が携わるっと審査に、えー、実際携わる公募展というのも予定しておりますので1年後ぐらいですので皆様チャンスが十分にあるかと思いますのでぜひ頑張って出品してみてください。それでは行きたいと思います。こちらの作品です。 あそうか言うの忘れた著作権に関してはやっぱり、えー、厳しくいきますので、えー、ちょっとお先週ですかねえー、っと11月の末分のでちょっと怪しいというかアウトなやつがありましてうーんやめとこうかまあ 文章を読む限りやとあ大丈夫かなと思ったんですけどね、えー、とコメントの方でおっとっとっていう感じがあったんで、えー、ちょっとその辺本当にシビアにやってもらわないと、やっぱりこういうのは本当に皆様の協力で成り立っておりますので、よろしくお願いいたしますね。で、えっ、ー、と、あなたの町では横浜の、ああ、アスカ2ですね、船を飼いて初めてお1000回でした。 適切な講評ありがとうございましたさて2回目はあ山下公園と日本丸などを応募をさせていただきますこの中で仕事が暇となり今年9月に描いて1枚ですと緊急事態宣言で珍しく人の少ないワンショットを参考にしましたと F45 透明水彩全体を描き花は不透明水彩で加筆。よろしくお願いします小、うん、木曽先生の乗り物の絵の描き方について注意すべきことなどあれば私はあんまのみ乗り物描かないから 多分本当に好きな方の方が多分参考になるかなと思いますんでね、申し訳ないです。<laughs> すいません。まあ乗り物はものすごくこう、あの、シャープに書か,かんといかんのやろうなっていうのと形が、普通に例えばデッサンで中学、あの高校生とかで、ね、教わるときにそういうこう、あのー、要は、 ね、形がしっかりしているものっていうのはしっかり書か,かんといかんよっていうことをちょっとでも間違えたらちょっとでも間違えたように見えるよっていうことを、えー、教わった記憶があります。こちらのの作品の方に行きますね あの、えー、と手前の花とかもようかけてますよね、船もようかけていて、なんかすごくこう、ここも昔、ちょっと1回ぐらい行ったような記憶があるんですけど、あのよくかけている作品だなと思います、まあ、何点を言えば空でしょうね、空が一番こう、あのー、なんかね、もったいないですね、大きくバーンといけばよかったのに、始め。 の段階である程度勝負かけてもよかったんちゃうかなっていう気はするんですけどちょっと後からなんか塗りすぎてしまったなっていうところがまず第一の欠点で第二の欠点は海でしょうね <laughs> なんかこうせっかく海描いてんじゃったら何か表情なかったかなっていうのが少し気になってしまいます であのー、すごくこう悪くはないと思うんですけど僕やったら多分それ空もっと小さくするかなとかあの一個一個のパーツがすっごい分かれてるんですよ花とか、えー、と陸地の面、えー、海、まあ、船、空。 特に番花のところですね花のところとかがもうほんの少しだけでも上に来てそのあの鉄格子の柵のところまでちょこっと絡んでくるだけでも印象が違うのになとか何かこう一個一個のパーツがあまりにも分かれすぎてしまっていて。 一つ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 になってしまってるんですけど形としてこう分断してくるようになってくると今どうしても横の動線っていうのが多い横横横じゃないですか。 ちょっとその横の線が何かをぶった切ることによって少し動きが止まったりすることによって逆に違うところにちゃんと目が行くようになるんですが今やとなんかもう目がこう三軒、バッと船2個しかも2個ある2個この奥の船の方が多分日本丸ですか種なんでしょうけどちょっと目がバンと三軒してしまうのとどうしてもこの動線が横,横横横がすごい強くなってるんで 私はこれなんかせっかくこう船みたいなものを描くんやったら自然物とかを有効活用してその枝とかのなんか面白さみたいな葉っぱの面白さうにゃうにゃうにゃとか空の雲のこうなんかねえ形とかを利用してうにゃうにゃうにゃ,うにゃとかしてそれによってシャープなスボーンっていうのがより見えてくるようにしてあげるやろうなという気がいたします次の作品はこちらです <laughs> ほいほいほいお忙しい中、いつもお世話になっています。タイトル、一人じゃないよ。f 6号を透明水彩。えー、寂しい骸骨が寂しくないように、えー、それぞれ寂しそうなキャラクターを集めて遊んでいるという絵です。どことなくシュールな孤独が伝わればいいんですが、我ながら骸骨を描くのもびっくりですが、あこれは絵画じゃなくって、えー、漫画かイラストなのかな、出すべきか迷いましたが、あご迷惑かもしれませんがよ、全然大丈夫ですよ。まあ、絵画でしょうね。なんか 絵画だと思いますよ面白いなんなね。てこりな絵ですね <laughs> 面白いね。<laughs> 後ろフリーダ・カーロのなんかがあるんやね。それにかかってんのはない、目玉の親父が、え、これはお酒げ髪でまで、あ、へんてこりな絵やね、笑けてきますよね。なんか、あの面白い作品やなという気はしますけどね。どうするかな、俺やったらこれ難しいな。 骸骨をなあどう何かでもそれでもみんながバラバラになってて一人一人になっているなんか現代を表してるようななんかいろんな方向向いてるのもちゃうし寝てるのもあればど,どこっちゃらなってるやつもあれば ね手前の子なんかの人形のなんかが首がぶった切られていてなんかえらい寂しいような面白いようななんか感じがするんですけどこれもちょっとさ,さっきの話と似ているんですけど斜めが多すぎませんかパッと見た時にまあ、赤いやつだけが反対の向き向いてるかなとかいう気がするんですけどなんか右上上がり的なのが全部多くないですかなんかこ,こっちばっかな気がしませんか床面だけでもなんか反対にすればいいのになとかちょっとしたことでそういうのすごく印象変わるんですけど何か なんかこう、ペペペペと置いてしまって、やっぱ赤いのがちょこっとあるけども、これもなんか画面の中で、あまりこう三角してきてないから、全部がビューって、で腕のとこちょこんとか足のとこちょこんとあるんやけど、もう少し大きく分断してくるような仕事とかがあっても面白いのかなという気はします。まあ、でこう水彩かな水彩で書いてあるのかな特になんか書いてなかった、あ水彩ですね。透明水彩、えー、って書いてあるんですけども。 なんかこうそういうところがもう少し見えてきてどうやろうなもう私やったらその絵画とかイラストとか抜きにもペンかなんかで輪郭とかギューっと引いてしもってねあのはっきりとしてそこに着彩していくとかど,どこかに振り切る強さみたいなのがあってもいいんちゃうかなっていう気はしますけどねもう別にイラストでも何でもいいと思うんですけど。 なんかこう中途半端になるよりはなんかそういうところがもっと潔くできるともっともっと仕事は多分面白くなってくるしえと別にすごく写実的に描こうとか印象派のように輪郭がボケたような感じで描こうとかボケてないかな分からんけどというわけじゃないからどこかに思い切って軸足をポンと置いてあげたりすると多分この人は世界観でもっと強く出てくるんちゃうかなという気はいたします。 鬼公表復活、とても嬉しく励みになります。 74歳のお姉様だそうです。6回目え。今年11月に那須高原に行ったときに、えー、パン屋さんのカフェに寄った時の写真から描きました。雨上がりの昼ごろ。年に3回展覧展示会を楽しみに、月一度のサークルで描いています。と。F65、ビファールー、中目、中目っていうのかな。ホルベインのとーメス一歳です。よろしくお願いします。えー、面白いとこ書描きましたね。なんか <laughs>、下のこう暗いところの表現がうまくこう、画面の中、はまっていて、ね、中継のここのなんか、 こう街灯みたいなのがひん曲がってるのがねとこれなんかこう画面の中のこう動きの動線みたいなのがすごくいいので奥のこの家なんていうのもすごくこうよく欠けていていいんじゃないですか ああ残念なのはこの右上あたりにある木でしょうね。<laughs> えー、これもったいない。俺やったらもっと書くかな。もうちょっと書いてあげんと、あのー、葉っぱ一枚一枚書くというより、手前にあるという状態を僕やったら書く。暗い闇の中でも何でもいいと思うんですけど、なんか雨が降っていてなんかかもしれませんけど、いやここそれ、ここの木の特に上の方の、うん、あんまりにもこう、曖昧すぎるというところによって、 奥やからか脇役やからそうしたのか分かりませんけどここのところもう少しちゃんと家よりも前にありまして影の中にありましてうっすら雨ですけども空が白く光って見えてますよっていうことが描けたらもっと後ろの例えばオレンジ色とかが強く見えてくるんですね。 そうするとあ、家の中はちょっとこう家の中やと思うんですけど、あーなんか明るいこう光が入っていて、なんか綺麗やなとかっていうのが見えてくると思うんですよ。ま だって手前のこの葉っぱの描き方とかこの岩わの描き方とかもう皆さん本当に上手になりましたねまあ、いろんな動画とか勉強日本とかもいろいろ多分絵の見方が変わってきたんでしょうからこう絵の具の扱い方もすごく複雑で面白いし、えー、密度そそ密って言うんですけど密度とそのあのや描き分けみたいなすごくいいんですよ。 感染上の方が寝かせて帰いたらやっぱ遠いからしんどいですか <laughs> こうやって書くと。なんかそんな感じに見えてしまうんでやっぱ画面としてはあやっぱ上の本まで緊張感持って書いてあげたらもっと良かったねに。 いいと思いますので、ぜひ展示会までには加筆して、えー、わ、何々ちゃんお上手ねーなんて言われたら、私、実力、自力でやったのへへ,へへへとか言うて、ね、あの、嘘をぶっこいてもいいんじゃないでしょうかあ。ぜひ頑張って、人を傷つけない嘘なら大丈夫だと思いますよ。頑張ってください。次の作品、こちらです。す <laughs> みません、ちょっと小声ですね。ちびが寝てます。えっ、ー、と、ワンコロチーですね。えー、よろしくお願いします。初めてですか 江の題名双葉。 3年前、5年間繁殖犬としてゲージの中で飼われていたあメスの犬を引き取りましたあ。怖がりですが、やっと自己主張ができるようになりました。あ妻や息子には立体感がないと酷評されていますが、これ以上手を加えると形が壊るそれそすで描くのをやめました。F85、いいですね。家に鬼が2人もいるんですね。<laughs> 怖いですか <laughs> 無視したらいいんですよ。<laughs> 無視無視無視。あの立体感ないと酷評されて。いやもう徹底的に変 全面的に描くんだったら描いたらいいと思うんですけど、まああの形は壊れないと思いますよ。油絵の具だった自分でちょっとやりたいと思ったらそこはやりどころやと思うので、遠慮なくやって、僕だったら全然こう全面グレーズして、もうほぼ消えてもうたぐらいの感じで、あかんと思ったらなんか拭き取って、僕なんか完成油だけでやったりして、下の絵の具さえ乾いてりゃ、完成油だけでやってもやったら拭き取ったりできるんで、あの遠慮なくそれぐらいのことをやってみたら、多分伸びるチャンスやと思うんで、ちょっとこれね、だから。 直接キャンバスに白いキャンバスに直接塗りすぎてるような感じがあるんですねでそれによってちょっと立体感的に油絵の具を使ってるという良さが少し半減してしまっているような感じがするんですよ目のところなんていうのもすごくいいですしこの赤い布のこう盛り上がってるのかな引っかいたようなこうガガガガとなってるのか面白いと思うんですけど絵の具のやっぱ物質感は犬の方に持ってきてあげるべきやと僕なんかは思うんですよ で特に明るい色の白い色なんかは僕やったらバーンと乗せて、えー、もう本当完全に乾くのもってグレーズして、えー、もうちょっと明るいとこその中の明るい中の明るいとこ書いてたりとかするともっともっと良くなるのになおすいなっていう感じがしますまあキャンバスの目を見る限りだとちょっと全体的に薄塗りなのと多分白地の上に直で書いていってるんやろうなっていう感じがするんですやっぱ油絵の具ってね 白い絵の具があたあ厚く、あまあお大きく売ってるわけですね。でそれっていうのは厚く乗せていけますよっていうところなんで、えぜひですね、ちょっとその辺はもうね、ねなんか立体感出てないわよと言われたら、もう無視して、ガリガリ平面的に描いてあるぜぐらいの感じのあの気持ちでやってもうてもいいと思いますんで、せめて絵の具、物質、油絵の具というものをもっと最大限に活かせる方法ってなんやろうなっていうのを考えたらもっとよくなると思いますよ。頑張ってくださいね。はい、次の作品こちらです。 セミセミですね。うるさいセミですね。横浜在住の方です。何度か鬼公表勝手に公募展にも出させていただいています。以前、ペン画でクワガタを描いて。あ あれかなうちのちびがくわくわ言うてテレビの方向かってたやつかな。あ季節外れですが、今年の夏に、えー、クスノキとセミを描いた作品です。あ、待つかなと思った。えー、ですと。えーと、アクリル絵ーで描きましたが、あ樹皮、えーまあのお質感を出したくて、モデリングペーストをペインティングナイフで塗って凹凸をつけましたと。えー、シナベニアの5番かなとのシロのジェストをおということです。 松の木に見えるな。くす。くすも僕もだいぶ書いてるんですけど。あ、ま、くすっちゃくすか。<laughs> なんかすごくいい質感ですね。ようかけてますよね。なんか、あのー、いい作品だと思いますよ。もデペを使ってナイフで一個一個こう大事に書いて、画面がこう、本当にこう。 ね全部に行き渡ってわあこの辺は本当にアクリルの日本のほんと大矢部正隆先生とかあの作品とかをぜひ見られたらいいんちゃうかなという気がします。確かににすごくこう神経質にこう ね神経質というか慎重にすごく丁寧に一生懸命描かれていて悪い作品じゃなかったんでそういうのもすごくこうこの好感が持ててこちらの方にもなんかうまく生きてきてますよねもうちょっと僕やったら影とか描くかなセミの影とかもう足一本一本から落ちてる影まで描きます そっこすすごいい大事やと思いますあのもうアブラゼミのもう足の強いこと網とか引っかかったらもうなかなか取れへん感じとかってなんかこう昆虫それぞれの特徴やないですか。 まあ、うっさいのもそうですけども本当にこう素手でこうね手足とかこの辺にいたとかなるようなの特徴やったりすると思うんですねだかそういう特徴みたいなのを書きながらも俺足ってどうなやったかなとかなんかこうちょっと思い出しながらやってみたりするとすっごい面白いと思います。 セミなくても十分絵になると思いませんかでこうそれだけでもオールをね、どこから見ても、こうしても、こうしても、あ、画面がついてきおりね。<laughs> でもそれでも絵になるよっていうことをちょっと知っておくと、あの、すごくいいですよね。なんかすごいいい作品やなと思います。本当にもうなんかペンで書いていたぐらいの最後、セミに密度を持たせてあげてもいいねっていう感じがしますよ。もっともっといけちゃうかな。せっかくのあブラゼにやったら。 一時うちのちびももうセミの抜け殻を取るのが好きで、えー、ずっと付き合ってましたけどねなんかこうあの抜け殻なんかがどっかにあってもおもろいのになとか僕やったらちょっとそうするかな短い夏を地中から出てきてなんかこう耳鳴いとるけどこいつら1週間ぐらいで、ね、いあのように生きはるわーみたいななんか雰囲気をちょっとこうメメント盛り的なところで死,死を忘れるなっていうやつですけども。 なんか感じさせても面白いかもしれませんね。あの、うん、頑張ってください。いい作品です。次の作品こちらです。おこれよう書いてますね。これもね。うわあこれはなんか苦役のなんか背中みたいなどんな。うん これ、飛び刊でしょうね、これね。えっ、ー、と、先日、息子に誘われて、切り絵展を見に、えー、東京飛び出、やっぱそうやな、飛び館に行ってきました。帰り際、ひときわ目立つ球体の彫刻のおに穴を発見したお猿さん、息子さんですって。覗いた先には青い空があり、また、希望に満ちた子供のワクワク感を、あ、クの羽で表現しました。なかったものを買いたんですね。変ってこないですが、ご好評よろしくお願いします。お、これ、いい作品ですよ、F6 号。 アクリルでだそうですよその他水彩色鉛筆とかーポール・ルーベンスの水彩絵の具あ私あげたやつですか <laughs> 金なんか金嫌いのやつねドローイングペンジェスターこの方そういうことかへえー、グロスポリマーメディウムだそうですあいい作品ですよすごいいいですよなんか面白いですね あのー、上の方が特にいいですね、キンキラが確かに効いてますね、キンキラキン。これね、もしかしならの下ですね、これ、下に落ちてる黒いのをなんかに仮定したんですか、これ、いいということではないのかな、下のなんか暗さが、この球体の台座なのか、穴なのか、まあ、写真で見る限りやったら、洋服と同化してしまってるんで、 ここなんでここまで暗くしたんかなっていうのがすごいもったいないなという気がします。いいですよね、ご自身が映っていて、その上に空があるなんてすっごいいいのに、お子ちゃまと、下のなんか茶色いこうなんかね、ドローンとしたなんか、ここの説明がつかないですよね。でクジャクの羽はなんかもう言い切ってるから、別にもう僕はなんか綺麗やなと思って、ただ流れたじゃないですか、今はこうね。 そういうところでパッとこう客観的に見て。 で客観的に見るって難しいんですけど人に聞くのが一番いいと思うんですよ。どう見えるうちだなんか下の方これなんか黒すぎひんとかだってそこは主役じゃないんですけど画面の中で大事なところっていうのは例えば目と覗き込んで息子さんそこのとこ確かにコントラストすごい強くついてるんですけどそれと同じぐらいこの暗い中にある靴底の白が強いんですよ。で大きい黒い面積の中にある靴底やちっちゃい白やからものすごい目立つんですよ。 わかります言うてること。だからうわもったいなそんなことせんでもだってそんなことはあんまりこう絵画の要素としては必要ないところやったりするからちょこっと立ち止まれる勇気みたいなものがあると。 多分、もっともっと良くなっていくと思います。他のところはすごいいいですよ。アクリル絵の具かなあの非常によくかけていてね、あのご自身がこう写真撮っているところなんかも面白い。奥行きもいいし、空の色もいいし、下やな <laughs> っていう感じですよ。頑張ってください。次の作品こちらです。ほうほうほう、子供ですね。 えっと、いつもお世話になってますと、勝手にこぼて、日本では入選でしたか。あ顔、あなたの街は残念ながら、線がいいですね。厳しくていいですね。もっとうまくならなければと、肝に銘じていたところですが、救いは絵を描くのが好きということですので、懲りずに挑戦しますと、今回3歳の孫を描きましたと、よろしくお願いいたしますということかなあ。手の組み方がおかしいですが、幼い感じが出ていいかなと思い、そのまま描きました。よろしくお願いします。えっ、ー、と、6号。 の水彩だそうですあの手の組み方がおかしいというより僕指の形がおかしいと思ったんですよねあの指の骨一応ちびうちもちびいるからちびとか観察するんだけどちびというのの、まあ、一応指は指なんでそこには骨が入っていてとかでそのところがちょっと見えにくいのがヘンテコリンなのかなっていう感じがちょっとするのとよう、まあ、言うてるんですけどあの面玉がねこっち側 皆さんから見てどっちになるかな、まあまあ、右の目、えー、手前側の目っていうのの黒目の付き方と奥の目の黒目の付き方がちょっとガチャガチャっとなってしまってるのがもったいないですよね。で特に奥の目って難しいでしょ。奥の目のこう,こうかなこうなってて、ここの、ここが一応難しいんですよ。<laughs> ここ。 でそこのところどう描くかっていうのをグーッと回っていってのぐグーッとこうグーッとこうグーッと描いていくわけですよでそこがすっごい難しくって手前の目は案外簡単やったりするんでその辺がもったいないなーっていう気はします背景とかの色とかはそんな悪くないと思うんですけどあと影の色とかに使ってる茶色バーンとシェンナみたいな色やろうなこの色がちょっと ちょっと汚い安直やろうな少し茶色影になると茶色ちょっと影になると茶色多分最後の方でその辺でえっと影になると最後つ茶色っていうのを使いすぎてるような感じがしてもったいないなそこのところあんまり綺麗じゃないなっていう感じがしますのでちょっと細かい部分だったりするんですけどもその辺りとかをちょっと注意しながら次進めてみてくださいでまあ,あの髪の毛の明るい色と暗い色あるんですけどもう一 こうぐらい例えば反射光的ななんかとかっていうのがあったりするともうちょっと造形として立体感みたいなのが出てくる気がするんですけど暗いところがでろっとなってしまってるんでちょっとその辺り、えー、もう一度再確認してみてはどうでしょうかはい最後の作品かなこちらですえっ、ー、とペンネームみゆきさんでいいかな草壁 F65 のハリキャンバス初めてああ油を初めて、えー 初めての作品です。初めて初めての作品お。初心者セットのみで使用したので、先生の動画を見て油の種類があることを知りました。あどんどん動画を見て、えー、勉強したいと思いますということで。えっと 多分油絵の具のこうセットやったらペインティングオイルっていうのが入ってたんじゃないですかで多分それの蘇生っていうの横に成分表書いてあるんでえこういうのとこういうのとこういうのが混ざってるっていうのが書いてあると思うんですよでそれ機会あったらそういうそこに書いてあるものをあの今度買って自分でこう調合とかしていったりするとまた面白くなっていくと思いますあのねいい 猫やね。危ねえ。<laughs> 犬って言いかけた。あのー、なんかね、悪く雰囲気はいいですよ。 なんやろなすごく雰囲気がいいあの影の中の色とか雰囲気のいい絵の具の使い方もしていてもちろんこう全然まだまだ初心者なんやなって感じがしてもっともっと絵の具をこう構造とか作っていったりしたらもっと面白くなるなとか例えば字塗りの色をもう少し暗い色かなんかを少し塗っておいて始めるだけで色とか深みとかも出ていくと思うんでただこうなんかそんなに不自然ではない感じ 感じみたいなのがあって上手では確かにないんですけども一個一個に対する色の置き方とかあ形のなんか出し方みたいなのはそんな悪くないんですよ。がすごく楽しみなところがあるなぁと思います。 でまああの写真見ながら書いてるんでしょうけどもちょっと次は勇気を出してだから写真の色と例えば鏡かなんかを見ながらとか実際の猫が近くにいるんやったら色とかを見ながらほんまに黒かなと髪の毛はほんまに黒かな猫の毛はほんまに黒かな唇はほんまに赤かなもう全部疑ってみてください影の色は茶色かないや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 とか言いながら疑っていくとその時にまずしっかり混色する。 とにかくまず一番初め僕の技術的な部分っていうよりはまず混色しておく時間僕なんかライフペイントなんかめっちゃ早いと思いますけど私の10分の1ぐらいのスピードでいいですしかできないと思ってくださいとにかくまず混色してこうかないや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 こうかな でその間と間を本当にこうちょっとつなぐぐらいでぼかすとかっていうぐらいでいいのでもうとにかくまず混色しておくこうかなかなそれが楽しいと思ってくださいでそれが楽しいと思えるかどうかです結構これから絵を続けていく上において、えー、すごく差になってきます写真を一生懸命写そうとかっていうふうにするともう混色してこうからこうからだけじゃなくてとにかく自分の中でこっちの方がかっこいいかなこっちは綺麗か あどうかなあかなどうかな,うかなということを繰り返してみてください。でまあ、あのー 一気にかける画材でもあるけども逆に初心者の方というのは逆に時間をとにかくかけられた方がいいと思います。もうギブアップ、これ以上私は手を加えれません。さっきの犬の方もそうかな、そんなこと言ってましたけど、そういうぐらいまで自分でも行き着いてみて次の作戦を練っていくということを楽しみながら頑張ってみてください、はい、ということでいいのかな。171回を以上です。では。 チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。